皆さんこんにちは、リンナスチャンネルのお時間です。今日はあきさん、私の持ち込み企画です。はい、題して金沢駅で買えるおすすめスイーツ土産参戦です。これすごいゲストにもよく聞かれるんですよ。もうこれは食べて持って帰ってほしいっていうおすすめをですね、ちょっと買ってきましたので、あきさんに食べていただきたいと思います。任せてください。はい、じゃあまずは一つ目からいきますね。はい、行きましょう。1点目、こちらです。じゃん、じゃん、のとミルククッキーです。そう、のとミルク、もうご存知ですよね。もうのとの、どこなんだっけ、そこ。のと半島の、和倉、そう、和倉温泉っていう場所があって、その和倉温泉にあるお店なんですよ。のとミルクっていう、そのアイスクリームとか、ありますよね。そう、行くたびに大行列。私アイスは食べたことないんです、実は。でもこののとミルクのクッキーが美味しい。もう知らなかった。そうなんですよ。でででで、じゃじゃじゃん。もうこの色味から優しい白なクッキーなんですけれども、何枚入りかな、こちらは 1,2,3,4,5,6,7 枚入りで550円です。はい、なのでお手頃、本当にちょっとしたお土産でこう配れるようなサイズ感ですね。おすすめ1点目、のとミルククッキーです。じゃあ、あきさんどうぞ。いいですか、いただきます。うん、どうですか。うん、緊張する。怖い。嘘、めちゃおいしい。よかった。美味しいですよね。すごいなんか懐かしい感じしません？なんか優しい。うん、なんかね、やっぱミルク、なんかミルクのなんかやってる人たちが作ったクッキーっていうのはすごい伝わる。なんかもうその素材そのものの美味しさ。うん、砂糖の甘さじゃなくて、ミルクの甘さがクッキーの中にこうなんか染み渡ってる感じ。どうですか。本当なんかシンプルな甘さ、すごい優しい味わいがなんか溶けていく感じがします。舌の上ですごい美味しいんですよ。舌の上で、これ使えるワード。やばい、そんなこと言ってたらまた言ってるって思われちゃう。そう、なるほど。はい、懐かしい。ね、あのポロみたいな。ああ、確かに確かに、わかるわかる、って感じです。はい、では、はい、2つ目、2つ目おすすめ、はい、いきます。はい、ではこちらです。うわ、なんかスワーベ。スワーベです。スワーベ知ってますか、食べたことありますか。ないです、初めてです。これは、レスピラション、わかりますか。レスピラション、わかります。ミシュラン2つ星を取ったですね、モダンスパニッシュのお店があるんですけれど、そこが監修しているスイーツのブランドがピソって言うんですよね。ピソさん、ピソの、30食限定のスイーツがこちらです。レスピラションのスイーツ、美味しいの確定じゃん。もうそう、絶対美味しいんですよ。でしかもこれが駅で売ってるんですか。そうです、駅で買えます。駅で買える。お店のお姉さんに聞いたら、早い時は午前中で売り切れちゃうって言ってました。なんで私もあれば買って帰る。帰る時に、駅に行く時にあれば見つけて買って帰ります。ね、これがなんと660円。お、そう、手頃だね。なんですよ。みんなもう大人気。じゃあ開けますね。じゃん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 。あー、かわいいし、見てください。素敵じゃないですか。そう、チーズケーキ、これチーズケーキです。チーズケーキ、チーズケーキです。ピソはチーズケーキが本当に美味しいんですよ。有名なやつで幸せチーズケーキっていう商品名のチーズケーキがあって、それはホールで売ってるんですけど、これはお渡しもできるお手頃価格なお土産です。いや、もうね、ずっしり、こんなサイズ感ですけど結構ずっしり。Yeah.
レアチーズケーキです。レアチーズケーキ。はい、レアチーズケーキ、はい、どうぞ。うわー、すごい大きい特技。いっちゃいますよ、これ。すごいね。すごいですよ。頭抱えてる頭抱えますよね、これは。どうですか、味わい。言葉にできない。美味しい美味しいですよね、本当に美味しいんです。なんだろうね、もうね、人気の理由が分かりますよね、この美味しさ。すごい美味しい、めちゃくちゃ甘いヨーグルト。そうなん、そんな感じですか。なんかヨーグルトとチーズのハーフ。え、ちょっと私もう一回食べてみる、ヨーグルトとチーズのハーフ。最高級のヨーグルトと最高級のチーズのハーフがケーキになった感じ。あー、確かに確かに確かに。ヨーグルトの中でこう、レア感がヨーグルトの感じ。いや、本当に美味しい。もうこれ溶けてくから、なんかペロなんですよ、この一つが。そうそう、噛まなくていい。そうそう、噛まなくていい。歯がいらないですよね、この滑らかさ。で、あの、金沢山岸養蜂場さんの蜂蜜を使っているんです。蜂蜜の、これはそう、蜂蜜の甘さなんですよ。すごいこう、まろやかな、味わいで、食べやすくて、なるほど。どうぞ、りみちゃんも食べますか。これ660円、やばいですよね。そう、もうあれば買う。本当に美味しい。どうですか、りみちゃん。噛まなくていいでしょ。美味しい。飲んでる飲んでる。飲み物飲み物。ねえ、美味しいですよね。めちゃ、何、あっさり、すっきり。ね、確かに確かに、そう、美味しいよ。あ、これ多分あれだよね、お土産で買った予定だったけど、新幹線の中で食べてる。そうそうそう、すぐ食べてなくなっちゃうやつですね。これはもう本当にぜひちょっとしたね、プレゼントにもなる。あ、まだ食べようとしてる。もう一切れいただきます。止まらないですよね、そう、あっさりだからもうこのぐらい本当にペロリで食べれてしまう。うわ、うまそう。止まんない。美味しい。本当におすすめです。ぜひレスペラセオさんも行ってほしい。いつか取材もしたいね。行きたいですね。取材させてください。では、いいですか、続いて。はい。はい、3点目、最後の一品。はい。はい、これ何でしょう。おお、なんだろう。見えますか、光っちゃうかな。このおしゃれなパッケージ、フィルフィルカカオファクトリーです。なので、はい、板チョコです。なんてこの素敵なビジュアル、可愛らしい。これ、いやもうね、もう自信を持って東京に持って自慢げに渡す。そうなんだ。そう、一品なんですよ、フィルフィルさんは。金沢の繁華街の片町っていうエリアがありまして、そこにフレンチですね、カウンター6席ぐらいのちょっとこじんまりしたお店なんですけど、すっごい人気のフィルドールさんっていうお店があるんですね。フィルドールさんが、出しているチョコレートのブランドがフィルフィルですね。もう美味しいやつ。そうなんですよ。いろんなフレーバーがあるんですけど、チョコレート、これは今回定番を持ってきましたが、これはアイランドスタイルっていう名前の商品名で、国内初輸入のなんとカカオ豆を使用しており、それと、きび砂糖だったかな。なんか私食べた時は黒蜜っぽいこうコクみたいなのを感じたんですけど、あとはなんかこれ以外にもすごいシリーズで季節の食材を使って本当にこう個性的な、あんまり見ないような味わいのチョコレートバーとかもあったりするので、ちょっとね、いつもね買って帰るんですよ。じゃあ開けますね、これね。ね、板チョコなんですけどね。もう素敵じゃないですか、こんなん。こんなん
これ素敵でしょ。もらったら嬉しい。嬉しいですよね。これもあの1000円ちょっとで買えるので、うん、フレーバーによりけりなんですけど、こんな感じで、うわーすごいテンション上がりますね。そう、手紙みたいな。じゃじゃん。食べてほしい。しかもこれあれですよ、ここに書いてあるの僕言ってたんですけど、ビーガンですね。あ、本当だ。ビーガン対応してますね。確かに確かに。だからビーガンの人のね、お土産とかにも。そうですね。そうですね。ビーガン対応してるんで、うん、良さそうです。もうシンプルにね、カカオ。うん、じゃこれを割りますか。ちょっとじゃあ割っていただいて。うん。あんまりちょっと上手じゃない。じゃないですか。食べます。どうぞどうぞ。味を探ってますか、うん、あのね、うん、チョコレートとしての完成度がとても高いすごい、なるほど、なるほど。チョコレートとしての完成度、おー、バランス的なものですか。 70% って聞いたから、うん、結構その苦みがさ、うんうんうん、ガツンってくるのかなと思ったんですけど、うんうん、全然、あれって70% あれどこ行ったみたいな一瞬になる。あの苦味を探すんじゃなくて、なんかそのカカオの甘みとか、なんかそういうのをこう探して噛んでいくと、うんうん、あったあったあったみたいな感覚になる。味わい深いとはこういうことですよね、うん、え、カカオ 70% なの。これ多分バックバック行ったアキさん事務所で食べ続けるやつ。チョコ好き男子禁断症状嬉しい、喜んでもらえて、ガチのおすすめなのでこれ本当にその特別感とかもあり、うん、なんか贈り物的なお土産ですよね、うん、本当大事な人とかにまた手渡しするようなお土産にちょうどいいじゃないかなと思ってます。はい、というわけで今回は金沢駅で買えるおすすめスイーツ3選をご紹介いたしました。食べてる止まらないノートミルククッキーですね食べてます、本当に美味しい私の本当におすすめの、お土産を今回ご紹介させていただいたので、うん、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。皆さんもあの見てくださってる金沢の方いらっしゃったら、ぜひコメント欄におすすめのお土産を教えていただけると嬉しいです。私もいろいろ知りたいので、はい、ぜひコメントください。と最後にいいねボタンを皆さんよろしくお願いしますチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは続き食べましょう。食べましょうではまたお会いしましょう。バイバーイ。